昨シーズンは全国ルーキーリーグに、初めて出場し、そこに行くまでもいろいろな方々に、サポートいただきながら、ただまあ予選リーグで敗退してしまったっていう結果から、そこに対してまたモチベーションがやはりちょっと足らなかったかなというところが昨シーズンを振り返っての感想です。今シーズンはやはり目標として前年度の全国ルーキーリーグにまず出場することが最低限の目標だと考えております。ただそこに向けてしっかりとした基本技術と、ハードに戦う姿勢、またボールを大事にしながらどうゴールを奪っていくかというところも突き詰めながら最低限の目標をクリアして、決勝トーナメント、全国ルーキーの方で決勝トーナメントの方に進出したいと思っております。